メリカのカリフォルニア大学で政治学を教えるダニエル・トリーズマン教授による、ロシアのウクライナ侵略から西側諸国が得たとされる教訓を CNN のオンラインニュースが報じているんだって。2022年2月24日にロシアのプーチン大統領が15万と言われる大軍をウクライナに送り込んでから半年が経過したが、戦線は膠着状態にあり、この先どのような展開となるか全く予想がつかない状況となっているからな。このロシアとウクライナの戦いは、いろんな国が教訓にして、各々が危機感を持って行動しているように見えるよね。そうだね。さて今回は、ロシアのウクライナ侵略6ヶ月間で、西側が学んだ教訓について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。現在、特に南部のヘルソン州ではウクライナ軍が、2014年にロシアの軍事力の威圧によって、一方的に併合されてしまったクリミア半島の奪還まで視野に入れて、反撃を企てているとされる一方で、ロシア軍が増援部隊を送り込んでいて、侵略開始当初のようにムイコラーユからオデーサの攻略を狙っているとの見方もあり、このまま膠着状態が続くとする意見も含めて全く予想することができないものとなっているよ。トリーズマン教授も予想が難しいとしながら、この半年間でいくつか得られた教訓から、これまでの見方には数多くの疑問や誤りがあったことを指摘しているようだな。最初に挙げたのは、ロシアとウクライナ両国の指導者の考え方と行動に関することで、これまでの史実から導き出された予測が、どちらの指導者にも当てはまらなかったことで、この侵略戦争が大方の予想とは全く異なる展開となったことであるというんだ。例えばウクライナのゼレンスキー大統領が、侵略開始時に大方の予想通りに、アメリカが差し出した手を取って国外に脱出していたとしたらどうなっていたかな？ウクライナ軍や民間人がこれほどまでに我が身を犠牲にしてまで侵略者に抵抗していないかもしれないよね。ウクライナ各地が激しいミサイル攻撃や航空機による空爆を受け、17万ともされたロシア地上軍が北、東、南の3方向からウクライナに侵入し、破竹の進撃が伝えられた時、世界中の誰もがウクライナが1週間も持たないと判断し、ゼレンスキー政権の要人が国外脱出するのは時間の問題であると考えていたからね。しかし、彼はその日の夜に私はまだキーウにいるとして、誰もがキーウ市内とわかる場所を背景にビデオ撮影をして、その動画を公開しているぜ。おそらく、ゼレンスキー大統領にかなり近いところにまで、ロシアの特殊任務部隊として悪名高い、スペツナズの要員が入り込んでいたであろうと思われるにもかかわらず、彼は自分の存在を強調し、国民に徹底抗戦を呼びかけたってわけだな。実はゼレンスキー政権は、ロシアの侵略が始まる直前に支持率の急落が伝えられていて、そのこともあって早々と国外脱出すると見られていたのだけど、暗殺の恐怖を顧みず、T シャツ姿で鼓舞する姿にはウクライナ国民でなくとも、感動を呼び起こされ、彼は唯一無二のヒーローとなったよね。そしてまたリーズマン教授は、ロシアの大統領が元ソ連国家保安委員会 KGB の、諜報員だったレイリで非常なプーチンでなかったとしたら、この侵略は起こらなかったであろうというよ。ロシア国内にはプーチン大統領の他にも、オーロシア帝国復活を掲げる、過激なナショナリストは数多く存在し、政権内部にも多いからな。先日娘を反プーチン組織のテロによって爆殺された、プーチンの側近とも呼ばれた政治思想家のブーギン氏は長年にわたって、ロシア語圏やウクライナを含む国々をロシアが統一し、新たな大ロシア帝国を作るべきだと主張していて、1997年に読み出した著書、地政学の基礎、ロシアの地政学的未来は、プーチン大統領の拡張主義的な外交政策の土台になったと言われているよ。しかし、ロシアの独立系調査機関であるレバダセンターがクレムリン関係者の話として、クレムリン全体ではウクライナを併合すべきと考えていたのは、ごく一部のプーチン大統領の取り巻きだけだったと明らかにしていて、ウクライナに侵攻する直前2月に、クレムリンで開催された安全保障会議に出席した関係者のほとんどが、プーチン大統領が打ち出した侵攻決定との方針に驚きを隠せなかったと伝えているんだ。次にリーズマン教授が挙げているのは、ウクライナ国民の、国土を守るとの意志の強さと、追い込まれた弱者の士気の高さだね。2月24日にロシア軍が怒涛のようにウクライナ国内に侵攻した際、世界中の誰もが首都キーウが数日中に陥落し、ウクライナはロシアに降伏する、と想定したことは、両国の戦力を単純に比較したならその判断に間違いはないよね。それほどロシア軍とウクライナ軍の兵力と装備の差は歴然としていたんだけど、そこにはウクライナ国民の国土を自分の手で守るという悲壮なまでの決意と、戦術したゼレンスキー大統領の鼓舞は計算に入っていなかったってわけ。
また、アメリカを筆頭とする北大西洋条約機構 NATO や、その他の西側諸国からの、想定を超える支援がウクライナ国民を勇気づけたこともあるだろうな。この弱者が強者を苦しめる窮鼠、猫をかむのことわざを表した例は他にもあって、過去の中東戦争において周囲をアラブ諸国に囲まれながら勝利したイスラエルや、ベトナム戦争時の北ベトナムにも当てはまり、戦争の勝敗を予想する際には、単純な戦力差だけで判断してはならないとの教訓となったぜ。実はロシアもこの侵略戦争において、追い詰められた弱者が強者を苦しめるパターンを実現していて、ロシアの侵略を批判する西側諸国は経済を中心とする、制裁の集中砲火をロシアに浴びせ、これによってロシア経済が、急速に衰退して崩壊すると見られていたんだ。しかし、ピンチに強いと言われるプーチン大統領は、巧みな外交戦略によって、大暴落が予想されたルーブルを半年経った今でも安定させ、失業率の上昇を抑え、制裁に参加していない国への石油輸出を増やして、むしろ収入を増加させただけでなく、中国、イラン、北朝鮮などの、反米諸国はもちろんのこと、インド、トルコ、インドネシアやアフリカ諸国なども、巧みに取り込みロシアの孤立を防いでおり、これもまた窮鼠、猫をかむの例えが当てはまると言えるかもね。しかし、プーチン大統領はまた、制約を受けない独裁者は、取り返しのつかない失敗を犯すとの実例を新たに加えたことになるんじゃないかな。これまでの歴史において、己の思想、理論が正しいと思い込んだ独裁者が、その実現のために始めた戦争によって破滅した例は多々あり、ナポレオンやヒトラーしかり、近年ではギリシャ軍将校がキプロスで起こしたクーデターや、アルゼンチンのガルチェリ大統領がイギリスからフォークランド諸島を脱出しようとしたフォークランド戦争、あるいはクウェートに侵攻したイラクのフセイン大統領など、その例を挙げればキリがないんだけど、プーチン大統領もまた同じ過ちを犯したってわけ。ただ、それでもウクライナ侵略に関して、プーチン大統領がロシア国民の支持を得ていることも事実だよね。ああ、これはクレムリンによるロシア国民への情報統制と、プロパガンダが成功を収めているからとされ、ウクライナ政府にはネオナチが入り込んでいて、ウクライナはナチ化しようとしている、とする陰謀説を、ロシア国民は単純に信じており、様々伝わってくる報道を見る限りでロシア人は、ウクライナにいる自分の身内からの情報よりも、テレビから流れるプロパガンダを信じていることは驚愕に値するが、これにはロシア人が、自分たちの国のリーダーが戦争犯罪人とは認めたくない、とする心理も働いているのであろうと、教授は述べているようだな。この半年の経過からリーズマン教授が導き出した教訓は、ロシアのような資源大国を崩壊させることは困難。ロシア軍は民間施設や原発などを区別なく攻撃をする。ウクライナ国民は勇敢で侵略者には徹底抗戦する。国際社会も侵略を許さず、防ぐために団結する。ロシアは中立的立場だった国々を反ロシアに追いやり、NATO との干渉地帯を失った。中国、トルコ、インドなど中立的な立場の国々が利益を享受するとの6つを挙げたみたい。そして、ここから導き出される結論は西側諸国のウクライナ支援は継続すべきで、最終的にロシアに重い代償を支払わせることで、中国に台湾侵攻を思いとどまらせることができる。原発は防衛上の弱点となり、脱原発が必要。経済制裁はむしろ西側の負担が大きく、ロシアとの妥協はいずれ必要としているよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録よろしくね。